お疲れ様ですさん2月はいかがでしたあ2月はね私はね1月2月と通じて紹介してきたというかおすすめしてきた暗号通貨あるんですけどもその中のねあの柴犬ですか、まあ、全銘柄上がってるんで柴犬だけがピンポイントでどうこうってわけじゃないんですけども、まあ、柴犬コインの方がですね、えー、1万円買った人がだいたい1万5,000円ぐらいにあったかなと。50%ぐらいの値上がりを 2月の末もしくは3月1日時点でできたかなというところですよね。まあ私がお勧めしたのは0.0014円を下回った時に買って0.0014円を上回った時に売るという形だったんですけども現在0.0022円ですね。 うん、だからかからななり値段が上が上ったかなというところですあの私の即家塾の塾生さんの中にはこの芝っていうのがね安いんで10万円買ったって方がいましたけどもなんと1ヶ月で5万円の利益ということでね、まあ、なかなか今回は良かったんじゃないかなと重要なのはここでねでできるかかどうかなんですよもっと上がるかもって言ってね長く持ちすぎると、うん、売り損じて結局含み損に。 転落すするってこここことともありますんでねここが投資の難しいところ安く買って高く売るわけですからあの利益が生まれた瞬間に売るってことができれば、ね、いいんですけどもここにはプロスペクトル理論っていうのもありましてあの利益が少しでも生まれたら売るっていうのはやっぱり損なんですよね。 じゃあ、どの辺りで売ればいいのかっていうところが、これが経験と投資の技術ってことになります。えそして、2月に紹介したコインが、白、えー、イというコインだったんですけども、これがね、1000%ぐらいのね、上昇を何度も何度も繰り返して、大きな利益をもたらしたんですが、がですよ。この白イコインっていうのは、超マイナーコインなんで、どこで日本円にできるのか。直接日本円にできなくても、迂回して、まずは、 ビットコイン。ビットコインから日本円。こういうふうな流れが作れるかどうかっていうね、ところもありますんで、やっぱ月焼き場でね、儲かりそうだから暗号通貨今までやったことがなかったけども買いましたっていう人は、決済に結構苦労すると思うんですよ。ですんでそういった意味でも、芝犬みたいなね、国内流通のコインでやり取りをしておいて、そして海外でも芝犬コインとのやり取りを通じてですね、海外で芝犬を海外の暗号通貨取引所で、 えー、ビットコインにして、日本円にして、そして日本に送金して、日本の自分のね、通常の銀行に入れていくっていう風なね。あのー、銀行は取引所を何回も何回もこうね、迂回していくっていう、マネーロンダリングみたいなね、別に犯罪ではないんですけども、マネーロンダリングみたいにあちこち行って、それで日本円に着金させるっていう、まあ、そんな方法ができるかどうかってことになりますね。もちろんそれぞれに手数料がかかりますので、かなり目減りしていくっていうところと、マイナーコインの手数料ってのは、総じて高いですからね。う そういった問題があったのとあとは値上がりしたコインっていうのはどこの取引所もなかなか受け付けてくれませんのでいわゆる高値掴みになっちゃいますからねだから資金力がきっちりやって信用できる取引所っていうのをいかに普段、まあ手元に置いとくかってことが大事になってきますで質問をいただくんですよ当然ですけどもどこの取引所だったら安心ですかとかいつでも売買できますかってことなんですけどもこれはね結構難しい質問なんですよ理由は2つです1つは 私自身長いやり取りをしてないとどこが信用できるかどうかってことが分からないので私と海外の暗号通貨の取引所との関係性がね、えー、年という単位で培われてるかどうかってことねあの暗号通貨の取引所ってのはいきなりね倒産したりとか飛んだりってのもありますんでねだからあやふやなところとやり取りしないってことが大事になってきますこれが一つ目の理由二つ目の理由なんですけどもいつでも安心に法定通貨に変えられるような海外の取引所があったら それは人に教えたくないんですよ。というのが自分だけがスムーズにやり取りしたいですからね。他の人がやり取りをそこでするようになると、もしかしたら、あー例えば今回は白イコインですけども、白イコインの1日の交換上限っていうのが、例えば100万だとしたら、100万の枠でしかやり取りできないわけですよ。そうなると自分だけがその100万を使いたいわけじゃないですか。もちろん、私の直接繋がってない人がそこを使ってる例もありますんで、自分ですらね、私自身ですら、1円もそこでね、換金できないってこともあり得るわけですよ。 だからある程度ねあのそこに資金が集まることが暗号通貨取引所には有利なんですけどもマイナーコインに関しましてはちょっと違うんですよマイナーコインってね取引する方が適度にうん売りの方と買いの方とかバランス取れてないと暗号通貨の取引所の資金でもって、まあ、交換することになっちゃいますのでその暗号通貨取引所がねあのまだベンチャーだったりして資金があんまりなかったら交換ができなくなっちゃうんですよね だからいい塩梅のバランスのところを見つけたら自分だけで使いたいっていうことになるんでなかなか紹介できないんですよ。ということでまとめるとね有益な暗号通貨取引所聞くは無作法語るは無用というねそんな言葉も出てくるということでございますすじゃあ本日は以上ででお疲れ様です。